アンボワーズ城、アンボワーズ城、チャーテアウディアンボイセは、フランスのロワール渓谷、アンドルイコールエイコール、ロワール県のアンボワーズにある城。シャルル7世、ルイ11世、シャルル8世、フランソワ一世イラバルワ朝の国王が過ごした。フランソワ一世が、レオナルド・ダ・ヴィンチを呼び寄せたクロルセは、すぐ近くにある。世界遺産、シュリーイコール、シュルイコール、 ロワールとシャロンヌカンのロワール渓谷に含まれる。アンボワーズ城は、ロワール川を見渡す高台に建てられ、重要なアシャセを統制した。この場所には、ガロローマンの時代から、砦が築かれていたという。この役割は、中世には橋にとって変わられた。11世紀に城が築かれた際には、悪名高い安住博古く三世が要塞を石で再建した。城は、 時と共に拡張と改修を重ねていった。1431年、当時の上主ルイダンボワーズが、王太子、ルイ、後のルイ十一世に対する陰謀の容疑で、有罪判決を受けて処刑されると、1434年9月4日、シャルル七世が城を差し押さえた。一旦王家の手に渡ると、アンボワーズは、歴代フランス王に愛されるようになった。シャルルは、 城の大改修を思い立ち、まず1492年にフレンチゴシック後期の初めのフランボワイアン様式で、ついで1495年、二人のイタリア人、建築家、ドメニコダ・コルトナとフラジョコンドを雇い入れた。彼らはメイソン、中世の熟練石膏組合員であり、フランス建築では最初のルネサンスの装飾モチーフをアンボワーズに取り入れた。 フランス人建築家3人の名前、コリンビアール、業ョームセノール、ルイアルマンガーが記録に残されている。アンボワーズ城の庭には、フランスで初めて、イタリア風レイアウトが採用された。これが、フランス式庭園の始まりである。シャルル8世の時代、イタリア人聖職者、パセロダ・メルゴフリアーノが、庭の設計をしたことが記録されている。シャルルは、上のテラスを広げて、 庭園を大きくし、孔子と、あずまやで囲んだ。ルイ12世はその周りにギャラリーを設けた。アンドルー・エド・サーソは、1576年出版の、次女、フランスで最も優れた建築でギャラリーに触れている。20世紀になってから再現された、パルテア、装飾花壇は、四角い芝生の周りに、砂利と成形された立ち木が配置されたものである。 フランスは一世は母ルイーズ・ド・サボアワの城アンボワーズで育っており、彼が即位して数年の間、アンボワーズ城は栄光の頂点にあった。1515 15年12月、王の客として、レオナルド・ダ・ヴィンチがアンボワーズ城に招かれ、近くのクロ・リュッセで生活していた。城とクロ・リュッセは地下道で繋がっている。ダ・ヴィンチが埋葬されたサイユベール教会堂は城に隣接しており、 1491年から1496年の間に建てられた。アンリ二世と王妃、カトリーヌ・ドメリシスは自分たちの子供と一緒に、後のフランソワ二世の婚約者で、スコットランド女王のメアリー・スチュアートをアンボワーズ城で育てた。ユグノー戦争中の1560年、ブルボン家の面々によって、ギーズ公フランソワへの陰謀が加え立てられた。 当時ギーズ公は、幼いフランスは二世の名のもと、実質的にフランスを支配していた。しかし事前にギーズ公に察知されて、計画は失敗に終わり、多くのユグノーに処せられた、公師刑が終了するまで1ヶ月を要した。事態の収集までには1200人のプロテスタントが、公師刑に処せられ、城壁や祝い事の際に旗やタペストリーをかける鉄の、フックやアンボワーズ状のバルコニー。 ローギス・ディー・ユーロワに吊るされた。宮廷は、死臭のために、すぐに町を出て行くことになった。1563年3月12日、カトリーヌ・ド・メデシスは、王と自分を誘拐する陰謀に関わったとされた。今月後、ルイ一世との間で、アンボワーズの休戦協定に署名したが、うまくいかなかった。アンボワーズの直令は、プロテスタントに、町の城壁の外なら、 領主と裁判官の協会においてのみ信仰を認めるというものだった。どちらの側もこの妥協に満足できず、この直令が尊重されることはあまりなかった。アンボワーズに王宮が戻ることは二度となかった。17世紀初めに巨大な城はルイ13世の弟オルレアンコ・ガストンの手に渡ったがほとんど放置されていた上、ガストンの死後城は王家の資産に戻された。 フロンドの乱の際には、刑務所に転用され、ルイ十四世の時代には失脚した大臣、ニコラ・フーケとローザン公、アントワーヌド校門もここに交流さた。ルイ十五世の時代に移ると、大臣のショワズール公、エティエンヌ・フランソワ・ド・ショワズールが、ルイ十五世からアンボワーズ城を与えられた。フランス革命期には、城のかなりの部分が取り壊されたが、 後世の破壊はそれを上回った。1800年代の初めに皇帝ナポレオンが委任した技術者の下した結論は、城の大部分を取り壊すというものだ。ルイ・フィリップ王の統治時代に、城の修復が始められたが、1848年に退位すると、城は政府に没収されて、亡命中のアブド・アルカディールが1848年から1853年まで滞在していた。 1873年、ルイ・フィリップの相続人に資産管理が委ねられ、大規模な修復が行われた。しかし1940年のナチスドイツ侵略により、城はさらなる被害を受けた。現在、ルイ・フィリップの子孫パリ博が三類協会を通して城を管理している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。